怖い声で叱ってください。いつまで起きてるの？ダメでしょ。怖い声って何？え、わかんない。怖い声で叱る、うん、かわいい声、あれ。まつりお姉ちゃん大好き、ありがとうございます。ありがとう。ちょっと怒るの苦手なんですよ、なんか。あんま怒ることないからな。苦手なのかわいい。でもまつりはね、怒ると冷めるタイプだから、でもいいわってなる。うん。どんな時に怒るの？やめてって言ったことを何回もやるとか、自由を奪われるとか、あとはリスナーさんとか運営さんとかプロライブメンバーとか、まあ、他の友達とかも含め、祭りの仲いい人のことを悪く言ったら怒るかな。一応怒ったら怖いやつ、冷めるタイプだからね。どうだろう、なんか祭りがちゃんと本当にこういうことやめてって言ってる時はまだ怒ってない。そんなに本当に怒ったら、もういいわ話にならないって言ってブロックする。一生ついてく。本当？ありがとう。地声でバカって言ってください。バカ。